地元町漫才劇場勢力図2023。ヘイヘイヘイ。さあ、ちょっと前、結構前のライブ動画で、ニューヨークさんに、はい、車、レバルマン車が、はい、神保町の今のこの勢力図みたいなのを、説明するみたいなのありましたけど、はい、相当あれ前の話なんで、今回僕たちが、更新したいと思います。はい。はい。あんたたちがやらないから僕がやっちゃいます。あららららら。さあ、神保町漫才劇場勢力図とありますけども、はい、まあ、今一番強いところから、行った方がいいか。今一番強いでっかいところから固めた方が良さそうですね。はいはい。ああ、どうですか、一番結局力持ってるっていうのは。だから前回と変わった部分も含めながら一番強いのは、そうですね、やっぱり米田2000、うん、ああ出た。前回名前も上がってなかったんじゃないかもしれないですね。うん、来ましたね。ライブも行く前だったかもしれない。はい、 M1 ファイナルも行きまして、はい、いやー強いですね。やっぱ米田2000を見に来るお客さんで、はい、うん、夕方の寄席が埋まって、これすごいことですからね。しかもね、子供がいるんですよ。そう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 。で、子供って苦戦する人もいるんですけど、ああまあそうですね、僕とか結構好きなんで、うん、これありがたい流れ。はいはい、そうですね。はい、だからって今子供と相性がいいですからね。うん、はい。なので米田2000が、まあ、いろんな意味で権力は、でも本人たちは正直その強く言ったりはしないんだよね。そう、うん、劇場側に対して、うん、まあ、なので単純に知名度とかいろんな面で米田2000が、強力な部分と。だって劇場の外に、はい、賞レースのポスターみたいなのが貼ってあるじゃないですか。はいはいはい、その決勝行ったり、うん、なんかで優勝したら貼られるみたいな、うん、で、ロビーに貼られるパターンと、うん、もう外にね、見えるように貼られるパターンって、うん、ありますね。はい、見えるように貼られるパターンは多分そのみんなに見てほしいっていう劇場が思ってるじゃないですか。うんうん、W 決勝進出って米田が貼られて、はいはいはい、それから、M1 決勝進出っていう米田が貼られて、うんうん、で、年明けて上方漫才協会大賞新人賞という米田が貼られて、うん、いろんな米田が移り変わってるだけなんですよ。米田のカレンダーとかあったんですかね。そうそうそう、あそこの吉本の劇場の外のね、うん、看板はね、はいはい、それぐらい米田がグイグイキリバーンってきましたね。うん、はい、で、まあ、今だにボルジュクさん強いですね。ああ、ボルジュクさんね。はい、ボルジュクさん強いです。もう、それはもうテレビもバンバン出てますからね。うん、さあ、ボルジュクさんどうですか。このボルジュク軍団みたいなのあります。あ、ボルシュク軍団。はい、あ、僕アンリー軍団です。あ、そうですね。じゃあ、はい、アンリー軍団、アンリー軍団でもあんま聞かないな。あ、そうですか。うん、確かにアンリー軍団だけで集まることはなく、うん、アンリー軍団は田辺さんとはるちゃんもやってきて、はい、みんなでご飯を食べるっていう。まあ、だからそのボルシュクさんが筆頭となってるおもちゃ戦時代ですかね。もう解散しましたけど、一応元おもちゃ戦時代たち、あ、元、はい、元おもちゃ戦時代たちが、ボルシュクさんの元を、はい、うん、やってますね。ここら辺はすごいボルジクさんに可愛がってもらってますね。で、米田にせんと仲いいのは、あ、ジョーダンでしたっけ。23の、ね、期が、やってますよね。うん、やってる。確かに、あの同期ライブめっちゃ人気なイメージありますね。まあそうですね、満席に最近なったのかな。うん、はい、これがジョーダンのメンバー、ジョーダンメンバーとなんかつながり持っていろいろやってると、うん、なっております。で、その中でいろんなこのユニットみたいなのが生まれてます。うん、はい、ジョーダンと、まあ正直これ自分で言うのもあるんですけど、はい、22期、はい、これ22期が、すごい主催ライブを僕が打ってて、まあ、全部僕の話なんですけど、うん、打ってて、で、これがだいぶすごい好評で、はい、で、この22期何がすごいって、正直別に僕何もしないです。うん、板橋ハウス行ったら、板橋ハウスね。はい、板橋ハウスもうこんぐらいでかいです、正直。はい、もうね、ついに来ました、板橋ハウス。板橋ハウス。こいつらがもうね、とどまるところ知らない。もうすごいすごい。うん、もう正直もう、もうこれはもうお家のマーク作っちゃう、これは。もうお家だから、あいつらは。板橋ハウスがね、お客さんバンバン呼んでくれるんですよ。はい、しかもこれ、板橋ハウスが、うん、連れてくるお客さんっていうのが、本当にいい方たちばっかり。お笑い大好き、うん、たくさん笑ってくれる、うん、はい、こういうお客様をたくさん連れてくれる、これ板橋ハウス。板橋ハウスはトークライブしました。もう言ったら正直本当にただのトークライブです。はい、本人たちも言ってました、うん、ただのトークライブ。配信1000枚以上売りました。すごい、とんでもないです。本当にただのトークライブで、しかもめっちゃ告知とかしたわけじゃないですよ、うん、初めて単独ライブ、初めてトークライブやりますぐらい。なるほどね。で、配信1000枚、うん、これとんでもないです。もうバケモン、ちゃんとめっちゃ告知すれば配信のシーン、うん、
めっちゃちゃんと告知すれば、はい、いや俺正直全然マジ行くと思ってるんでずっと言ってるんですよ、板橋康吉野にお前、うん、本当にめっちゃ頑張って告知して一、うん、回前に行けって、そしたら吉本がようやくお前らの凄さに気づいた。確かにね、吉本がね、今ね板橋アンスの凄さにまるで気づいてないんですよ。気づいてない。こんな今ね、だってもうバカバカ YouTube で稼いでます。僕の見立てによると板橋アンス今年収1人あの13億なんですけど、そいつらがこんだけ力持ってるのに、うん、今神保町にちゃんとこう、しかもネタ、こいつらね、いいとこ、ネタ大好き、ネタ大好きですよね、はい、3組とも、それぞれメゾン、メゾン、ピューと、メゾン、軟水、軟水、はい、軟水っていう、うん、それぞれのこうコンビがあるんですけど、うん、全員ネタ大好き、お笑い熱い、うんうん、YouTube、だけで食っていこうと思ってる気が全然ない。いっぱいライブやってる、主催も単独も。そうなんです、はい、なのでちゃんとお笑いに還元してくれてる、劇場に還元してくれてるということで本当にありがたい存在、板橋アースはの恩恵をここ見て、このちょびっと受けて、ちょびっと受けただけで満席これが板橋アース、もうこんな板橋アースのここだけで満席になるのすごいですよ、うん、はい、それが今の僕たち22期のとこですね、はい、正直神保町も、うん、さっき夕方寄せ4年だって埋まってるって言うんですが、うん、正直僕の体感では板橋を3人するときのが後に埋まってます。ああ、確かにね、それだけ力持ってます、うん、はい、そう、いろんな組み合わせをね、多分その劇場側も考えて、うん、板橋ハウスをこう揃える日とかあるんですよね、うん、そう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 、あとはこの22期、まあ、あとユニットがなんか強いとこあります？まあ英雄ですかね。ああ、ならってならって、え、そんな漫画が書いちゃダメだよ英雄ね、じゃあなるんですよ、それダメだよ、そんなダメよ、消すとこないの、なんだ英雄、あのブラゴーリさんとネイチャーバーガーさんの、はい、ライブね、ライブ、ここら辺かな英雄ですね、漢字も忘れちゃった、こんな感じの英雄、そうなんでしょう。ただこのライブは本当にすごい面白いです。マジでおもろかった。あの芸人、視聴率とかなんかすごいいいです、うん、はい、ただ別にそのチケットが売れてるわけじゃない本当に本当に支配人の行為で続けさせてもらってる、はい、みんな大好きなライブ、そうですね、うん、苦手な人も全然いると思います、はい、芸人は好きな人が多いかなぐらい、はい、そう、僕は普通です。で、こう英雄って今、うん、ネイチャーバーガーさんとブラゴーリさんでやってるじゃないですか、うん、この、まあ、ゲストも来るけどね、うん、ネイチャーバーガーさんとブラゴーリさんと、うん、プラス満腹ユナイテッド、はい、で、こう最初に泥水すすり隊が出た、うん、発足した時の3組のメンバーじゃないですか、はい、そう、泥水すすり隊じゃん、泥水すすり隊、それ出さないとね、うん、泥水すすり隊、あの時は結構、あれですよね、熊が解説してくれた時は、うん、結構すごいですみたいなね、そういうことね、だからそのさっき言った3組だった時だと思いますよ、はい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 、うん、これ泥水すりたい、サンタモニカ、そうですかね、でも継続的に活動はしてますよね、うん、天草と世界クジラ、天草、あ、今世界クジラ、どんどんね入れ替わりが激しいですからね、天草、世界クジラ、サンタモニカ、はいはいはい、まああんまりそうですね、厳しいことは言いたくないですけど、うん、調子は悪いですね、厳しい厳しい、本当に、ね、ファンの方がすごい熱心、本当に、うん、ドロミスすすり隊のファンの方、うん、そうそうそう、あとはもうこいつらが頑張ってネタで結果出すしかない、うん、兼近さんも本当に親身になってライブとか来てくれるんですよ、そう、来てくれるんですよ、サプライズ兼近さん出演がめっちゃ多くて、ドロミスすすり隊のライブ、そうなんだこんなに手厚く保証あります、あとはもうこいつらが頑張るだけ頑張れ頑張れ、ドロップすりたいあと、あ、新選組か、あ、新選組ね、これラタダッタさんと、うん、ミュータンツさんとブラゴリさんね、はい、うん、あんま知らないんだよ、あんま知らないんですカレーを作ってました、この前あ、なんか楽屋でカレーを作ってるっていう情報だけ届いてますあんま知らないから書くないや、言わないといけないから、確かにね、それはダメよ、それはそう、勢力図なんだから、これはだから、この人選組から神保町ガーディアンズもね、派生しますからね、このラタタッタさんからね、ああ、確かにね、はい、神保町ガーディアンズっていうのは、簡単に言えば神保町のドスケベーさん重視ですねラタタッタポットさん、うん、エヴァス町田さん、うん、ガンパイナイスさん、どこが派生してんだよ、ポットさんしかいねえじゃねえかよ、スケベ派生スケベのやつらが作って、スケベ派生で神保町ガーディアンズっていうのができました、これはスケベ派生です、はい、だからもうここと
この板橋はさ、これ永遠に交わることはないんで。あ、はい、え、でもあれですよね、吉野が、うん、あのプッタマさんの TikTok をプロデュースしてるんですよね。はい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 。まあでもいろいろ難しいみたいです。でも板橋ハウスかな、やっぱさすがに一番強いの。そうですね、うん、ここに来てグイグイ、あ、狛犬とかね、あの狛犬ね、うん、最近、文芸部門賞ですか、髪型漫才協会大賞、そっからもう勢いがすごい。はいはい、狛犬も来ましたからね、うん、うん、そうですね、狛犬もここから来るんじゃないかと言われてます。狛犬、はいはいはい、金魚番長も同期出ますしね。はいはい、金魚番長、うん、なんかここら辺がジョーダン、あ、ジョーダン、いや、これジョーダンがあの 23で、はい、マイケル・ジョーダンが背番号23だからジョーダンっていう。なるほど、覚えやすい、流れてありがとう。で、それの完全に、うん、パクリで24期が背番号24番プジョルっていうライバルになりました。サッカーの、いや、それがセンターバックのスペインの。いや、俺はもちろん知ってるし大好きだけど、プジョルなんだ。プジョル、なるほど、ね、あと金魚番長とか、あとコトラとかかな。はいはい、あ、コトラとかね、うん、あのだからコトラとかで、そのそれこそニューヨークさんの、うん、診療関係で、うん、あの診療もメンバーというか、はいはい、ライブもちょっと、話題になりましたね、うん、だからまあ診療、狛犬、診療か、診療、診療派閥、診療派閥、これはだから一部のそのニューヨークさんの YouTube チャンネルのファンの方に、うん、この診療メンバーがめちゃくちゃ、はい、認知度が高い、認知度が高い、局所的に認知度が高い。じゃあそう、狛犬いなかったのかな、確か新人、まあ新人いなかった、そうそう、そっからそっから追い上げた、追い上げた、だからもうこれじゃ関係ない、関係ない抜け出しました、ね、何この図でもまとめるとこんな感じですよはい、そうですね、うん、劇場に出るバンバン出てるのはまあここら辺がなんかわーって出てて、まあこう名前上がってる人は劇場に基本的にいるイメージありますね。で、土日とかにぼる塾さんがはーいって来て、うん、みんなでご飯食べさせてもらって、うん、で、ヨネダが、ショーレストとか、そうですね、あ、エルフさんもね、TikTok とかそれこそテレビバンバン出てますからね、うん、あと、オダウエダさんも、はい、オダウエダ、エルフさん、だからもうここら辺の、女性芸人の方々が、うん、あのもうテレビバンバン出てます、うん、ここですね、すごい鮮度、すごいじゃんえ、これ、あの、お前わかんないと思うけど、はい、今、あのヒプノシスマイクみたいになってるから、あ、マジ女性政権が男たちを束ねるあのヒプノシスマイク状態、うん、今神保町漫才劇場の成立2023、これ完全にヒプノシスマイクです今、うん、はい、でもうほんと完全なお母さんの坂寄さんも、はい、突入しましたね、完全なお母さん出ました、完全なお母さん完全なお母さんをやっている坂寄さんも、はい、もう、はい、参戦、参戦、ついに完全体ぼる塾ぼる塾完全体参戦、これ土日の様子で見ることができます、ね、できます、もう4人でやってます、はい、今そうですね、もうだから新宿ディビジョンだ、あ、横浜ディビジョン、うん、まあ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 とはないですなんだよ今、そうだから神保町はもう今すごい、もう上のこのテレビバンバン出てますが、女性が多いですね、女性の方々で、で劇場の、をバーって出まくってるのがここら辺と、まあ、バーってなってますね。で、YouTube ですごいのが板橋ハウス、はい、で、お客さんバンバン呼んでくれます、うん、高いお客さんたくさんです、うん、ドリームズ・スリータイム、本当に、昔ながらの熱心なお客さんに支えられて、うん、イクスさん、金近さんの敬愛も受けて、調和も受けて、みんなで頑張ってます、はい、で、診療組もすごい局所的なんですけども、はい、これがグーグー来てます、狛犬も文化祭が、そして、はい、漫才を頑張ってる素敵じゃないか、はい、さんやエヴァースさんなどもいます、はい、どんどん漫才ライブをめっちゃやってます、そうです、なので、こんな素敵な劇場2023、ぜひともお越しください。